はい。NHK をぶっ壊しということで、えー、令和4年、2022年7月の4日、22時32分です。えー、今、大宮の方から外線終わって帰ってきましたが、まあ、このようにですね、NHK のことに関して、新聞広告を入れております。選挙広報なんですけどね、えー、おじいちゃん電話かかってきましたよ、さっき。東京駅からタクシーでここに参議院会館ら来る間。 おじいちゃん何言ってるかわからない。めっちゃ必死に聞きました。何言ってるかわからなかったんですけど、必死に聞きました。で、えー、要はこういうことです。NHK から調停をされたと。いわゆる裁判所から呼び出しを受けて、今年の4月に調停に行ってきたと。でも年金暮らしでお金がないと。だから、その受信料払ってられないと。12万円ぐらい払ってないから調停されて、まあ、調停というのは話し合いじゃないですか。 で話し合いに行ったけども、とにかく金払いの一点張りで、裁判所もね、お金払わないと差し押さえするぞみたいなことを言われて、で、月々5000円ずつ払ってるんですって。まあ、それがもう2回払って、まあ、12万円のうち11万ぐらい、まだこれから払わなきゃいけないと。で、もう本当に年金暮らいしでカツカツなのに、どうしたらいいかっていうところで、で、 あの、携帯で電話では一応電話くれてるんですけど、ショートメール送りますと言っても、ショートメールが分からないっていうか、もう、もう大変なんですよ、電話聞くのが。で、まあ、ちょうど、参議院会館についてタクシーのドライバーが、僕がで後ろで聞いてて、運転手さんに大変ですね、つっ,って。でも、聞き取りました。要は、こういうことです。えー、NHK から、小廷という形で、まあ、裁判されて、 4月に呼び出されて行ったら、月々5千ずつ払えて言われたと。で、多分、コール新聞を見たんでしょうね。で、僕に電話をくれて、まあ、コールセンターに電話をくれて、僕に電話をくれてですね、えー、この12万円お支払いします、私の方で。まあ、要は、この議員会館に送ってくれという、ここの住所を伝えることに、もう、えー、千代東京都千代田区中田町っていうので <laughs>、まあ、大変な思いでしたけども、あのね、だからもう、そういうね、 ショートメールができない、電話もね、ちゃんとして、もう、いわゆるすごい興奮して喋ってるっもあるんですけど、前、まあ、ずれにしてもそ、年金暮らしのおじいちゃんから、その、月々5000円取って嬉しいですから、NHK さん。あなたたちの給料いくらなのよ。NHK の職員はやめても、年金だけでも多分、月50万円もらもぐらいもらえますよね、NHK の OB は。でも、国民年金だけの人って、月そんな、8万円とかですよ。 そういう人から裁判をして月5000ずつ分割払いで12万円5000円で分割したら何年かかるのよ。2年丸々2年かかるのかな。しかも利息も取るんでしょ ?2 年で済まないのが6万円そうですね二2年かかるわけでしょその間も別に受信料は発生するわけでしょいやもうそういう年金暮らしで生活厳しい人ってお金取る必要あるの裁判してまで。 あの本当、鬼のような組織ですね、でそれを放置している他の政治家、自民党から共産党まで、何してんねん、お前ら、養蚕、政党助成金もらって、まあ、共産党は政党助成金もらってないけども、国民の声聞くんちゃうの、なんで年金暮らしの人の声聞いてないのよ、インターネット見たんじゃないですよ今回、この選挙報道、これ見てね。 このように全ての国民は受信料を払わなくていいです。受信料は任意であり支払う義務ではありません。そして年金受給者の受信料は無料にしますうちが書いたから電話してきてくれたんじゃないですか。もちろん払いますよ。12万円。残りの11万いくらか。まあ、もう12万円払ってしまいますよ。<laughs> そんなね、もうお金ない人から金取って NHK って民間企業ですから、あんたたちの年収800万円もあるんでしょ。月150万円もらう。 その NHK の職員の給料を埋めるために年金生活してから5000円ずつ分割で払えってわざわざ裁判するいやもうお前ら血も涙もないな NHK 職員そしてそれを認めてる自民党のこれまあ簡単に言えば総務大臣ですよ金子さんどうして生活保護の人は無料で学生も無料で障害持ってる人は無料なのにただにしてるんですよ 学生、生活保護、障害者。で、普通に健康でいる、まあ、年金生活者ですよね。そこは全額払いですよ。で、裁判までしてくるんですよ。許せられま、許,許せますぜひね、今回、本当 NHK とお願いします。我々、こういう年金生活者の方が訴えられても、もちろん、年金生活じゃない人でも訴えられたら、ちゃんと NHK の受信料払いますから。で、 もうこれがね、公職選挙違反だっていう人もいるし、僕もそれは自信がない。絶対これでうちの党が買収行為だと言ってこない自信もない。もうでもそんなどうでもいい。NHK から被害を受けてる人を守りたい。お金で解決することはお金で解決したい。それだけです。ということでね、本当にもう、年金生活者いじめるんだ、NHK。以上です。参議院選挙に勝って、NHK をぶっ壊す。